日本14-0モンゴルカタールワールドカップジア2次予選、日本代表は30日、カタールワールドカップアジア2次予選の試合で、モンゴル代表、対戦し、14-0のスコアで勝利を飾った。森保はじめ監督は、試合後に、選手たちを称え、ファンへの思い、口にしている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、セチュー、前半に5点を挙げて折り返した日本代表。後半に入っても、攻撃の手を緩めず。終盤には、半アディショナルタイムだけで3点を挙げる。同、モンゴルを圧倒し、ワールドカップ予選に、蹴る、最多得点記録を大幅に更新する14得点を、下た。スコアは大差になって、力の差があった、いう相手だったかもしれませんが、相手では、くて、自分たちが、どう集中して、試合に入るか、いうところで、選手たちが良い準備をしてく、ましたと、森保監督。試合の中でも、自分たちを、メールということを忘れずに、暇なく、油断なく、れなくやってくれたことが良かったと思い、すと選手たちの姿勢を称賛した。また、森保監督は、ファンへの感謝を表すとともに、日本をもと、づけたいという思いを強調。コロナや、自然災害などで大変な思いをされている方がたくさんいると思いますが、我々はサッカーで国民の皆が元気になれるようにメッセージを送れようにこれからも頑張っていきたいと思いす。よろしくお願いしますと全国のファンに語りかけた。両。